お任せあれ。承知いたした。着手しよう。承知いたした。天下万民がため。承知いたした。承知いたした。お任せあれ。お任せあれ。はっ、吉報をお待ちあれ。お任せあれ。よっしゃ、任せろ。任せな。よっしゃ、任せろ。任せな。一丁蹴散らしてくるぜ。分かったぜ。
みんな進め。全ては天下万民のため。劉玄徳参る。話があります。分かったぜ。かしこまった。我が力その身で知れい。申し上げたき儀がございます。分かったぜ。分かったぜ。かしこまった。お任せあれ。関雲長の部、戦慄とともに指令。承知。うかつな。これでどうです。かしこまった。分かったぜ。かしこまった。分かったぜ。みんな進め。みんな進め。ちょいと考えたんだが。さあ行こう。さあ行こう。かしこまった。かしこまった。かしこまった。これでどうです。関雲長の部、戦慄とともに指令。明かすとけ。承知。お任せあれ。みんな進め。お任せあれ。みんな進め。かしこまった。さーて、戦の作法を教えてやるか。分かったぜ。分かったぜ。かしこまった。かしこまった。命が惜しくば道を開けい。かしこまった。さあ行こう。かしこまった。任せとけ。うかつな。これでどうです。怒号の一撃受けて見やがれ。命が惜しく。おのれ。かしこまった。お聞きくだされ。承知。お任せあれ。承知。お任せあれ。承知。かしこまった。この一撃。おいおい受けて。かしこまった。お聞きくだされ。承知。ちぇ、やられたか。さあ行こう。任せとけ。かしこまった。承知。我が力その身で知れい。かしこまった。行くぞ。
敵をぶっ潰す。お前ら一気に片付けんぞ。ここまでか。かしこまった。みんな進め。任せとけ。お任せあれ。おいおい、せいぜい甘くな。かしこまった。お任せあれ。わかったぜ。わかったぜ。多忙の一撃、受けて見やがれ。お任せあれ。我が力、皆の者、その身で司令。さあ、行くぞ。任せとけ。皆、進め。かしこまった。わかったぜ。任せとけ。屈辱じゃ。おう、分かったぜ。お聞きくだされ。みんな進め。お任せあれ。お任せあれ。分かったぜ。深く任せとけ。魔法の一撃、受けて見やがれ。みんな進め。お任せあれ。お任せあれ。しれ、やられたか。わかったぜ。任せとけ。かしこまった。かしこまった。お任せあれ。みんな進め。わかったぜ。そんな、ごめんなさい。おう。この一撃、受けて見やがれ。かしこまった。お任せあれ。さあ行こう。提案いたします。なんと押し負けたか。任せとけ。かしこまった。お任せあれ。なんと押し負けたか。承知。分かったぜ。かしこまった。魔法の一撃、受けて見やがれ。ここまで。かしこまった。かしこまった。申し上げたき儀がございます。承知。承知。さあ行こう。承知。みんな進め。承知。
皆進め。迂闊な。これでどうです。一撃受けて見やがれ。関雲長参る。者どもお任せあれ。迂闊な。これでどうです。どうだ。俺様に一杯食わされる気持ちはよ。着手しよう。行くとしよう。報告を預かっております。報告いたす。わかった。報告します。わかった。構いません。これはこれは。うむ、こんな案もございますぞ。お断りします。難しいか、難しいか、難しいか、難しいか。使徒王院は艦長をないがしろにする董卓の専横に深い憤りを抱いていた。そなたのことは娘同然に思い育ててきた。王院様へのご恩返しができるのであれば、この命さえおし。よくぞ申してくれた。国賊董卓とその片腕とる呂布。後日王院は呂布を招き宴席を設けた。王院、実は呂布殿にぜひお引き合わせしたいものがおりましてな。おお、遠慮はいらぬ。
呼ぶがよい。ありがとう存じます。朝鮮、これで。呂布様、お初にお目にかかります。王院殿、こちらは。我が娘、朝鮮でございます。さあ朝鮮、呂布殿に舞などご覧に入れなさい。はい父上。呂布様、お見汚しとは存じますが。殿、もしご迷惑でなければ、我が娘を呂布殿のお世話に置いていただきたいのですが。何、朝鮮王か。まことに天下無双と名高い呂布様にお仕えできれば何よりの幸せです。どうか。迷惑でなどあるはずがなかろうが、喜んで朝鮮を我が元へ迎えよう。ありがたき幸せ。それでは吉日を選んで送り届けますゆえ、しばしお。呂布は上機嫌で帰っていった。その姿を見送り王院と。わしのためにかような宴席を設けるとは。もったいなきお言葉。董卓様はいずれ天使に昇られるお方、お迎えできて妨害。めったなことを申すな。ああ、これは褒美をねだるような真似をしてしまいました。ほう、そら。では早速。お目にかかれて光栄です、董卓様。拙い舞でございますが。なんと美しい。舞う様はまるで花のよう、歌う声はまるで鈴が鳴るようじゃな。身に余るお言葉でございます。よいよい、それよりもっと近くに寄らぬか。その美しい姿をわし気に召されたようですな。もし董卓様さえよろしければ、このなんと。それは願ってもないこと。では。はい、どうぞお連れください。朝鮮。はい、お父様。必ずよ。しばらくすると呂布が血相を変えて王院。王院、貴様この俺をたばかったな。呂布殿、何事です。敬愛する呂布殿、それがしがたばかるな。黙れ。ならばなぜ朝鮮を父董卓に差し出した。そのことにはお詫びの言葉もありません。朝鮮は呂布殿と言い交わした仲と。董卓様。何、では父が無理やり朝鮮を連れて行ったと。そうでなくばどうして。それがしが呂布殿との約束。そうであったか。いい己董卓。我が系なれり。これも天下万民のため。難しい、難しいか。